はい、ということでね、朝叩いたポイントが見事に沈んでしまいまして、一個沖のね、磯に今度は上陸しました。まあここでもう一度頑張って、肩のやつをあと一本頑張って釣りたいと思います。さっき手前から狙ってたところをね、今度はダイレクトにやってみようと思います。ここですね。ダイレクトにやりたいけどな。よいしょ。これ来たらどうやってあげんねん。ねえ、もうこんな、まあ、来るからな、これでも恐ろしい。ちょっと収まってからやりましょうか。ここで波立つからな。よし、あーくるくる、あっしゃ来た、ほら来た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 、どうすんねんこれ。そうなるわな、そうなるわ。これもまたな、どこから狙うていいか。よし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 、まあまずはここの入り口をやってみます。よっしょ、よいしょ、よっこいっと、うまいな。リリースするときにですね、まあ、できない状況の方が多いんですけど、できるんであれば釣ったところと違うところから逃がしてあげる。よいしょ。これ結構ね大事。できるところ少ないですけどね、これでね結構本数が稼げるんですよ。本数稼げると言うた割には後が続かんな。よし、向こうのこの先に乗ってみましょう。よっ、よいしょ。サイズが出へんけど、まあ、よいしょ、釣れてないよりはいいでしょう。あ、ビデオ回してない時にもう一本来ました。
ますっていう感じに。いやー今日はなかなか、今ね水温がだんだんとね、あのお日さんが出てきて水温が徐々に上がってきてるみたいで、平続きの活性もそうなんですけど、なんか青物の活性が上がってきてる感じですかね。まあちょっともう一匹来んのかな、来えへんのかな。またビデオ回しなかったですけど、もう一本来ました。ただね、どえらい事態になりましたよ。ビールが折れた。ポキッと。ファイト中に、糸を手で、なんかハンドリールで、回収しました。こんな釣り初めて。仕掛けをリールを変えてね、まだ平続きやろうかと思ったんですけど、やっぱ今日の平続きに P3 号はさすがにオーバースペックすぎるんで、もうちょっと平続きはね、お休みして、今から青物をね、ちょっと真剣に狙ってみようと思います。 P3 号のリーダーが40ポンドです。ルアーはね、タイドプールです来たのに、なんてごったい。うわ、ねずれた。危な。帰ってよかったか。ということでですね。ちょっとね、青物もトップで頑張ってみたんですけども、一回出ただけで。はもうダメでした。まあちょっと波はまだ収まってないんですけど、まあまあ風がね若干緩くなってきてるんで、そろそろ、帰り頃かなということで、今日はもう終わりにします。もうちょっとね落ち着いてくれりゃ帰りも楽なんで、まあしょうがない、頑張って帰ります。じゃあバイバイ。いや泣きの一回でね、投げてみたらよいしょ、なんと最後の一投でかかりました。よいしょよいしょ。
滝の一回で、うわまるまる越えとんな、おい、これよいしょ、うわふっと、ちょっと動くやめて、動くやめて、ありがとう。